マスクして。あ、そうね。これどこがあれ、あの公園墳ですか？公園墳はこっちは方墳の方ですか？全部が公墳。あの前方公園墳って言うんでしょこれ。名前がね。で公園部はどっちなんですか？向こうの方なの？円墳の方は。あ、公園なってんのこれ。そうですか。古墳やけど公園なんです。そうですか。こんな入れる古墳なかなかないからね。ありがとうございます。今度小学校何ていう名前の小学校？長岡第一小学校。第八です。なんで第八ね、こんな一番横にあるのに。第一にしなさいよね。第一は別に遠くに。まあ。ありがとうね。はい、どうも。池の山古墳、はい。これ公園になってます。100メーターほどあるんだけどね、ちょっとあるね、120メーターほどあるのか。ほんまに公園でございます。子供が走り回ってます。お、上がれますね、海までね。公園のモニュメントがどこあるよ。あっこにあるな。おお、大丈夫か。ここにモニュメントがあります。この家の山古墳だけがね、平地にありますね。あとは大体台地にあるんだけどね。これがそうやろ。これだな。みんなあの山の上にあるんだけど、ほとんどがね。うわあ、これはええわ。これはその形。はい。家根は今度ね、形がこんなやね。これかなり後やな、これね。後半の方がね、だいぶこの幅が広くなってきます、だいたいね、後になると。全長が128、大きいね、128メートル。公園の高さが 10.8 メートル。はい、ちょっと上がってみましょう。ここはもちろんね、ここが5号だったわけですからね。はい、子供が学校帰ってますから、小学校。ああ、吹石ね。実際使ったやつ使ってるよ。すごいすごい。はい、登り上がってみましょう。古墳からね。公園ですから誰でも入ります。ね、これぐらい広さやからね。誰も上がってないな。誰でも帰れますよ言ったけど、この石が前の石をこれずっとね使ってるけど、そういうことかね。ここちょっと秒で上がってみましょう。今聞いた話によるとね、お墓があるんやて。お墓どこあんのやろ。あれか、ほんまや。このこと言ってたんかな。お墓があります言うてね。いろんなね、これどこ博物館置いてあるのかな。あらあら、入れへんのかこれ。これは珍しい。ほんまにお墓になってますわこれ。これは珍しいでございますね。これ入られへんねわ。大概いろんな前方公園見たけど、中にほんまにねお墓がありますよ。
こう中入られんのかね、公園部は。ほらほら、これは行かれへんよ。ほんまにやわ、これ残念でございましたね、行きませんでした。この横はちょっと歩いてみようか、横は下は伸びらなかったんだよね。危ないな、これからこっちから降りるか。ここ行けるかね。あら、これが降りるか。ここにちょっと道ができてます。これさんざん雰囲気になってますからね。下からね、ちょっと見てみましょう。ここ、ここからね、こう見ると分かるかな。分かるでもね、かなりね。で、横は歩いてみましょう。歩けるかね。横学校になってますからね。ここから上がりましょうか。あれが何か出てきたの分からんな。風が強いね、これ。ああ、ここから上がれたんだな、ここからな。ここからほら、消えるか登らないでください。首が墓になってますよね。上がれないね。こんな感じなんですかね。お、ここら上がるんちゃうか。もう全部暴れそうやね、これ。ああ、立ち入り禁止でございますか。残念やね。お墓やもんな。やっぱやめとこうか、お墓やからね。立ち入り禁止でございます。まあ、珍しいね。中に墓があるというのは。みんな上がった跡があんねんけどもね。これはやっぱ大きいですね、この辺の墓の中ではね。公園、前方公園130メートルぐらいあるからね。こちら遠藤埴輪がいっぱい置いてあるんやけどね。まあ全く公園になってしまってますから。おお、JR 走ってんね。今行ったところだ、まだ来た。こんなね、やっぱりみんな珍しいやろ、これ今。ああ、ほんまにお墓でしたわ、あの上。
水中128m、大きいですね。はい、家の山古墳でございました。さあ帰ろう。